王座は38代目にして世界一のベルトになったのです。オリンピックイヤーにふさわしい金メダルのタイトル、これが通過に転がり込んでまいりました。まあそれにしてもこの全日本バックの戦国時代、天才信玄に学んだこの脚力の戦い、あの勝負言っておりましたけれども、まあ、字のごとくロードウォリアーズという巨大なこの要塞を包み込んだ天下を統一したジャンボ鶴田、ロイヤルロード我にあり、そういう感じがいたします。鶴田であります。鶴田の大きさが馬場さん改めて知らしめた、そういう感じでしたね。そうですかね、ウォリアーズもね、はい、あの確かにパワーとかね、そういうものは強いんですけどもね、試合の流れとかね、持ちこさとかね、はい、そういったものはね、やっぱこの2人、ゴディとね、ハンセンには少し劣るんじゃないかと思いますね。そうですか。粘りという点ではね。解説のジャイアンツ馬場さんはロードウォリアーズよりもハンセンゴディの方が一枚上という、そういう格付けであります。さあお話の間に輪島が出てまいりました。それからあのもう一度馬場さんをお聞きしたいんですけれども、ジャイアント馬場さんのアメリカからの大きなお土産、鶴田康のインター PWF タッグの統一のベルトに世界の権威がつきました、世界の冠がつきましたよね。大したもんですね。アメリカにもね、団体がいくつかあるんですよ、ですけども、ウォリアーズを倒した、ハンセン・ゴディを倒した、まあ去年のですね、最強タッグに優勝したということがやっぱりまず一番趣を置いてるところなんですよね。なるほど。それにウォリアーズに勝ったということがですね、はい、もう文句はないんじゃないかという。そうですね、はい、そうですね、本当に立派なタイトルです。世界がついた世界タッグ王座チャンピオンチームのジャンボ鶴田、場外での一戦からまたリングの中に入ってまいりました。さあスタンハンセンを輪島に預けます。スタンハンセンを輪島に預けます。今夜の輪島は非常に気迫が満ち溢れています。まあ、やはり若手に刺激を受けているんでありましょう。やはり世界タッグチャンピオンの鶴田とチームを作りますと厚みが出てまいります。今夜の輪島、今のところ非常にいいじゃないですか。そうです ね、 ね、あの攻め込まれるとね、あの弱いところありますからね、はい、攻め込まれないうちにジャンボが変わっていけばいいんですよね。そうですね。さあ大好きな日本